一部の武器のスペシャルを変更しました。一部の武器を削除しました。一部の武器のスペシャル必要ポイントを変更しました。というのは冗談で、アップデートが来たぞはい、ありがとうございます。アーシーブヤです。本日10月26日水曜日に更新データが配信されたということで、今回は23個の主な変更内容を検証しつつサクッと見ていきましょう。まずは通信に関する問題。通信プログラムが改善され、ラグが緩和されました。平均して約60分の3秒、つまり3フレームですねの短縮となり、ダメージを与えたプレイヤーが実際にキルできるまでの時間の短縮や、キンイクラに触れてから実際に獲得できるまでの時間の短縮などが見込まれています。アップデ後に遊んでみたところ、確かに2から3フレームほど短くなっていました。体感しにくいかもしれませんが、今まであった違和感が少しなくなったかもしれませんね。続いて対戦に関する変更。炭酸ボムが弱体化しまして、インク回復できない時間が伸びました。これによりプロモデラー MG、 スクリュースロッシャー、クーゲルシュライバーは間接的に弱体化しました。プロモデラーが一番かわいそう。比較してみると確かにインク回復が遅くなっており、これは結構大きいですよね。スペシャルが溜まるまでひたすら炭酸ボムを投げ続けてみると、違いがより顕著にわかるかと思います。またバリアブルローラー、スクリュースロッシャー、ラクト450の3つの武器のスペシャルが溜まりにくくなりました。スクリュースロッシャーとバリアブルは1振り分多めに塗らないと溜まらなくなり、10ポイント増加という数字だけ見たら誤差のように感じますが、1試合通してみると結構大きな違いになると思います。ただラクトだけ元の塗り性能が強すぎて、あんまり変わってないように見えます。いずれにせよメインの性能は変わっていませんし、環境が大きく変わるほどのインパクトはないです。お次はその他の変更。マッチメイク中にロビーメニューを開くと、途中経過の情報が見れるようになりました。一人プレイの際に続けるを選択した後でも、マイナスボタン長押しでキャンセルできるようになりました。フレンド合流の際の準備 OK に効果音がつきました。シンプルに嬉しい変更ですね。またマッチメイクの効率が改善されたようですが、2人ペアで参加する際の待ち時間を短縮するものであり、今も30秒から50秒ほどマッチに時間はかかります。続いて不具合の修正についてです。筆の塗り移動にメイン効率アップのギアパワーが発動していない問題を修正。クーゲルシュライバーの照射点モードの時、弾の速度のばらつきが大きかった問題を修正。キャンピングシェルターのパージされた傘の当たり判定が本来よりも手前側にあり、傘の中にいるのにデスしてしまう問題を修正。ワイパーで振りの回数によって濡れる幅が太くなる問題を修正。お次は対戦に関する問題の修正。バトロイカのオブジェクトのみ壁を塗っても塗りポイントになっていた問題を修正。スクリュースロッシャーの貫通攻撃を修正。スクリュースロッシャーの吸引機無効も修正。怒涛のウルトラハンコ修正。今まで敵の攻撃を防げなかったり、ハンコの攻撃が当たらなかったり、いろいろ不具合があったそうですが、まとめて修正されました。ギアパワーカムバックの効果が水没や落下でも発動している問題を修正。ここからサーモンランの修正に入ります。浮き輪状態のプレイヤーの当たり判定が小さすぎた問題を修正。シェルターの傘が焦点する問題を修正。肩パッドに投げ入れたボムが外に出てしまうことがある問題を修正。攻撃中のモグラに触れるとデスする問題を修正。ダイバーの攻撃をジャンプで避けれる問題を修正。鍋蓋に吹っ飛ばされる問題を修正と、大体こんな感じです。他にも細かい修正内容はありますが、全部お話ししていると長くなってしまいますので、気になる方は概要欄とコメント欄から公式サイトを見てみてください。というわけでいかがでしたでしょうか。ようやくアップデート来てとりあえずホッとしました。別のバグ出てきたりして大変そうですが、次回のアップデートは12月から始まる新シーズンと同時期に配信予定とのことです。新シーズンまで約1ヶ月ありますが、アップデートで新しくなったスプラ3を楽しみつつ気長に待ちましょう。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもう、それではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれ。